おはようございます、こんばんは。5億光年ぶりにミゲルズに来ております。ちょっと新しく発見したんですけども、ここむっちゃいいっすね。墓地には最適なポジションです。どこかというと、ちょうどねここ先に行くと、サルドナじゃないやサルアミでもダフィー、今ダフィーに変わってるんかに行く通路で、ここがミゲルズの階段を降りてきて外のテラスに出てくるところの左に行くと、いつもいっぱい席が並んでるんですけども、そこを右に曲がったところにダン、こんな素敵なポッチ席がありました。はい、ということで頼んできましたのはクリスマスのスペシャルセットです。タコライスの何だったっけ、ブラックペッパーポーク添えなんですが、タコライスってこれあれやな、混ぜるんやったっけ。なんか前はこのトルティーヤに挟んで食べるような仕組みやったような気がするんですけど、その辺結構簡素化されてます、ね、でブラックペッパーのポーク添えなんですが、こちらブラックペッパーは確かにポークにかかってまして、その下にこのなんだろう、なんか肉のひき肉の塊のようなものがあって、上には白いものがかかってて、ホワイトソース的な感じは見えます。でこれがサルサソースかな。デザートの方がこちら、クリスマスの定番でありますチョコレートケーキ。何が添えてんやろこれ、チョコレートケーキ。一応公式には何も書いてないんですけど、ここになんか赤い物体が存在しております。でアイスコーヒーは氷なしであります。でストローはミゲルズもまだプラスチックっていうか、結構紙ストローなくなってきてないやっぱ評判が悪かったからかな。ではいただきたいと思いますが、じゃまずはこのサルサソースですね、こちらをかけます。ジョバちょっと固まっちゃってるかな。辛、結構辛い、このサルサソース結構辛いお子さんには厳しいかも。あ、マジ辛じゃあ混ぜます。混ぜるんですけど、これもご飯と混ぜる。ご飯は一応ドナルドの形してますじゃあちょっとご飯混ぜてみますか。よいしょ、ドナルド草よし、こうやって食べるんかな。食べ方がいまいちよく分かってないんですが、いや全部混ぜちゃえ、がメキシカン的な混ぜご飯的なさあいい感じで混ざってきましたでしょうか。フライパンが欲しいよね。フライパンがあったらこうね、綺麗に混ざるんやけど、なんとか混ざりましたんで、こんな感じでいただきます。うん、これ美味しいよ。でもこのサルサソースのピリ感は結構まだ残ってるな。ご飯に混ぜることで薄まるかなとか思ったけど、意外とピリ感残ってるから、これやっぱ引き続きお子さんには厳しいかも。ご飯のもちもちってしてる中に、タコス、ナチョスタコス、このポテチ的なやつね、これのサクサク感があってすごく食感は良いです。でもやっぱサルサソースきついな僕そんなに辛いの、全くダメじゃないんですけど、ココイチのレベルで言うと僕2辛までなんですよね。3辛いっちゃうと痛くなっちゃって口の中が食べれないんですよ。そのレベル感でいう人間が結構辛いと言ってる感じです。その辺お察しください。なのでまずはサルサソースを一舐めしてみることをお勧めしますね。その辛さが果たして自分に適しているレベルかどうかを確認するために。うん、でも美味しい。じゃあ続きましてブラックペッパーポークいってみますか。あ、柔らかい、うん、結構切れ味は柔らかいです。まずは何もつけずに、うん、こちらはあんまりブラックペッパー感ないかも。もしくはさっきのサルサソースで若干舌が麻痺してるから、ブラックペッパーごときじゃ太刀打ちできないぐらいの強靭さの味覚になってるかもしれないです。じゃあこの上にかかってるのがこのホワイトクリーム的なやつが、じゃがいものピューレ的な感じ。ホワイトソースではなさそうな気すんねんけどな。ザラザラ感がするからじゃがいものピューレなような気がする。
で下のこのひき肉の塊ですけど、あ、これはミートソースですね。下のひき肉はミートソースでした。で豚が柔らかいからギコギコしなくていいんですよ。スーギコギコはしません。一度歯が入ってしまったらスいや一人で何やってんねこれはボリューミーで美味しいかも。でミートソースはこのご飯と混ぜてもいいかもしれないですね。うんうん、これは美味しい。続きましてこちらデザートですね。チョコレートケーキいただいてみたいと思いますが、気になるこの赤い物体、赤い彗星のシャアが果たして何なのか。じゃあまずは本体の方ですね。そこから行ってみたいと思います。よいしょ。経験に言うと、お、美味しい。中のチョコレートはガナッシュ的な感じですよね。ムースではない、チョコレートと生クリームの混合的な感じ。しかもこれ層になってるから、中央のチョコレートの層と表面のチョコレートの層で若干種類が違う感じなんですよね。でその間にチョコレート風味のスポンジが挟まってる。でクリスマスツリーはチョコレート、うん、ビターな感じですね。わー。でサイドにはこういった感じでチョコレートホイップが添えられております。美味しい。クリスマス最高。さてではいよいよこの、あ、いちごかあのね、置かれてる側だけ見たら何かよくわかんないんですよ。漬物かって思うぐらいなんですけど、裏側見るとあのいちごの粒々が見えるんで、あ、いちごかって。だからいちごのなんかゼリー漬けみたいな感じなんかな。うん、あんまあ、いちごジャムだな。なんやろ、何なぜいちごにジャムをつけた。うん、このいちごは若干打足やな。甘さを助長してるまあ僕としてはこのチョコレートは結構苦みを出してくれた方が好みなんですけど、なのでこの甘みはあんまりいらないんですよね。よし、はい、いただきました。これが2019年度クリスマスシーズン初めての、食べてる動画なんですけども、久々のミゲルつきまして大変美味しくいただきました。タコライスいいっすよね。美味しかった。と豚も柔らかくて美味しかったです。ただまあ、あのこのサルサソースね、サルサソースがめっちゃ辛かったんで、まず食べる時にはまずこいつをひと舐めして、果たしてかけていいものかどうかっていうのを確認してから食べられた方が良いかと思います。でデザートのケーキの方もすごく美味しかったです。チョコレートが濃厚でいい味を出してました。ということでこれからまたクリスマスシーズン いろいろ食べていきたいと思いますので、皆様もどうかお楽しみくださいませ。ではバイナラー。ちなみにトルティーヤマシンは相変わらず生態保存されております。いつか火がつく日が来るのでしょうか。